水火山周南山は中国潜西省にあり、別名中南山、南山、大山とも呼ばれている。一般的に神霊山脈の真ん中あたりのことを指し、西は武光圏から東は愛田圏までのあたりで水火山のことを言うことがある。道教の発祥の地の一つと言われ、仏教の南山里州、慶言州、三論州の発祥の地でもある。 経典を多く翻訳した、熊羅獣の墓地と道教の老子の墓地もある。浄土宗の全道大師が修行していたとされる、御神寺もこの地にある。周南山は一つの山のことではなく南五大山、水火山、儀山、京峰山などから形成されている。標高は2604メートルとされ、古都である西安の南に位置している。また、年月日にはユネスコから、 ジオパークに指定されている。ここは、古都西安の近くにあることで、道教、仏教にかかわらず、古くから多くの修行僧がこの地を訪れた。道教であれば、悪霊退治で有名な正規が有名であろう。また、歴代皇帝たちも多くこの地を訪れ、始皇帝は、老館の南に老子を祀る廟を作ったとされる。館の武帝の時代には、大偉宮を建てたとされる。 また三国時代には、諸と義がこの地で退治したとされている。中国のみならず、全世界で有名な小説である、伊天と隆起や、社友伝でもこの地が、舞台の一つになったと言われている。日本でも有名な禅道大師のいたとされる、御神寺は修南山の北側にあり、法然上人に大きな影響を与えた、浄土宗の構想である、禅道大師は、多くの時間を、 ご信じで修行に励んだとされている。ありがとうございます。